毎晩10時に俺は瞑想に入る。それは親密で繊細な木想だ。車を愛し敬いながら手入れすることは毎日欠かさない俺の大事な儀式だ。もう10年間経つが、死ぬまで続けることだろう。夢の車を初めて見たのは16歳の時だった。轟音を立てながら横切る彼女に目を奪われ、その瞬間から俺は虜になった。俺の手が彼女に届くまで何年もかかった。長い年月を俺はじっと待った。何日何時間何分間も過ぎていく時を数え、そして何よりも金を数えた。その頃の俺には金がなかった。手早く稼ぐために汚れたことにも手を染めた。そのうち警察に目をつけられ、溜まってたツケを払わされた。もうその時期は過ぎたが、当時の俺には必要なことだった。よく俺の車を見て女たちが寄ってくるが、俺は別にナンパしたいわけじゃない。俺の車に隠された意図なんてない。あるのは誰にも変わらないコネクション。マシンの軌跡に自分を重ね合わせ、愛するパートナーとなる。物理的な動きにとらわれない移動手段。車と融合することで俺の心と共に動き輝く。彼女の中で俺は自分を失う。一度に俺は車と一体化して、タイヤがアスファルトを切りつけるのを感じる。そして道路とも一つとなって、ハンドルを回すこと、アクセルを踏むことも意識しない。俺は車であり道路である。俺たちは一体となって夜の中を漂う。全てが消え去るまで輝きだけを残して。